なんですけど、一度は。しかし、その突っ断ったことをまたなんとなく自分でも惜しく思うようになって、中年時代というかね、子供の時代は、まあ、随分変えてしまって、中年時代から、いろいろなことを変えていく、というようなことも少しはできたと思って、それから10年かかってもう一つ別な小説を書きました。しかし、実際にはあまりにも膨大な小説になってしまって、私は最初の計画で、神様と人間、あるいは幼年時代と大人の時代、それから男の時代と女の時代というふうに、なんかこう相反するものがぶつかり合っていくというような小説を一つ書いたので、その戦場にあって細かい細かいいろんな出来事はもうすでに頭の中に全部できていましたので、割とスムースに書くことができて、で後ではこの形容詞なんかは、私は一回使った形容詞二度と使いたくないので、それを消すとか、それとか新しい別なものを考えるとか、その辺はものすごくいろいろやってみているだと思います。そして一番大事なのは、人間がなぜ生まれたかっていうようなことなんですけれども、その人間の中に神様っていうのは入れていいのかどうなのか、その辺は信仰のある人と信仰のない人とで違うと思うんだけれども、そういう悩みはかなりあって、その悩みがあったためにかえっていろんな人物が積み重ねられて密に運動をしだすっていう、そういう気持ちになれたんですね。ですから、この2つの長い小説の中で、自分では小説を書きながら、何を書こうとか思ったことはない。机に向かって、座れば次の書くものは大体どっかでできてるんですね。ですから、長い小説を書いて、全部これが、一人の人物、あるいは家族の話、そして同年齢の話、男女の相克というふうに、もう非常に、なんて言うんだろう、ちゃんとした小説というよりも、絡み合っているような小説をどん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 書いて、そのためにとうとう東京を辞めて、軽井沢に一人でこもって、10年ちょっとですけども、そんな生活をして、全部を書き終えた時にはもう90歳まではいかないな、70歳で書き始めて80歳になり近くなっていたんですね。いつの間にか年老いて、もう二度と何も書けないっていうふうな気持ちもあったし、実際それから小説を書くよりは、自分の作品について、なんかいろいろなものを、なんて保持するというようなことをやっていたので、この2つの小説は私にとっては宝物。ただ、うまくいきすぎてしまってというところもあって、その部分は自分の
女房が死んでしまった時、あるいは子供たちが世界に旅立ってしまう、旅立って親元を離れていくとか、だん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 に田舎の生活が寂しくなってね、そして80歳ぐらいになった時に山を降りて軽い本郷に戻って、まあ今までも本郷にはちょっちゅう来てたんですけれども、これからまあ大体中心生活の中心を東京に持ってって、まあ死ぬまではそうしようと思っていた時に、いろんな方にお会いすることができて、これはもう本当になぜかわからない、自分ではわからないですけど、いろんな方が訪ねて来られて、会話をする、一緒に酒を飲む、そういう方が出てきて、もうこのお二人の先生もそのどうして僕に目をつけられるのかわかんないんですけど僕のところに本郷に来られて、そしてなんかいろいろ本当に楽しい時間ですけど過ごすことができるようになって、ちょっと別の質問してよろしいですか。それでその結果書き上げられた小説は、まあ2つっておっしゃいましたが、永遠の都